こんにちは、肉です。今回は JIP の活動計画が出て、20が今年どんな動きをね、何月にやるかっていうのが出たので、ちょっと見ていこうと思います。ということで、これはね、まだ完璧に確定してるわけではないと思いますので、まあ、それでもちょっとこういう情報が知りたいよって方のみ聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、早速ですが、その活動予定をね、見せていきたいと思うんですが、それがこんな感じになってます。で、 JYP の活動計画がバーってあるんですけど、その中で20はですね、まず、1クールってことかなのところの1月から3月のところにアルバムっていう風に書いてあります。で、このアルバムはもう私たちも知ってる通り、パラダイスのアルバムになりますよね。なので、まあ、これはもう,しもう出ることが決まってて、まあ、結構ブルームーンから本当に早かったなって感じなんですけど、もすぐに行動開始してくれてるって感じ。そして、 次、ニクール目。これがね、4月から6月ぐらいのことだと思うんですけど、これがなんと、アルバムということでですね、もうこのアルバムはどんなアルバムなんだろうね。ちょっと韓国だとシングルのこともアルバムって言うんですよ。ミニアルバムって言ったりとか、2曲しか入ってなくてもミニアルバムって言ったりとかって感じなので、このアルバムは CD にも含まれるんですけど、もうこれが、 もしかしたら、この、また日本で曲を出すかもしれないし、フルでね、出すアルバムかもしれないし、そしてもしかしたら、韓国デビューのかもしれないし、みたいな感じで、どれかはわかんないんですよ。わかんないけど、ここのね、4月から6月の間にも出るということで、だから、1月から3月に超えてね、ダッシュで出したんだなと思うと、まあ納得もできますけど、いや、もうここで韓国デビューとかしたらね、もうちょうどあったかい時期でみんなも韓国に来やすいんじゃないかなっていうふうに思いますので、一緒に応援しましょう。そして、 次。3クール目ですね。7月から9月の間。はい。ここもなんとね、アルバムなんですよ !20 忙しすぎんかっていう感じですね。で、ここのアルバムも、まあ、フルのアルバムなのか、韓国のアルバムなのかわかんないですけど、まあ、予想ですよ。予想はちょっと最後に話そう。はい。なので、ちょっとこの次の最後のね、10月から12月の、ここの20のところも行こうと思います。この10月から12月のところには、なんと ツアーっていう風に書いてありますツアーっていう風に書いてあるんでツアーですね。はい。ということで年末に今年は20のツアーがあるんじゃないかということで、まあ結構ね、間隔も、まあ、今、夏とかにやっちゃうと短いと思うんで、やっぱり初めてのね、この前ツアーがあったわけで、今年の冬ぐらい、もう今年たくさん活動して冬ぐらいにもうライブがあるんじゃないかっていうことでですね、もう楽しみすぎる。てかもう今の時点で20ってもう出演するライブとかも何個か決まってるわけですし、これね、思うんで、 ですけど、これ本当に私の考えなので100、100%では全然ないんですけど、10月から12月にね、もしツアーがあるとしたらですよ、ここの前にやっぱフルアルバムを出していくんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なので、それまでにさ、しかもさ、シングルとかも入るじゃないですか。ってなったら、やっぱりちょっと開けてからフルアルバムの方が、やっぱ y u からしてもね、そのちょうどいい感覚かなーって個人的には思うので、ちょっとここでフルアルバム出して、その前の4月から6月ぐらいに、韓国のアルバムが出るんじゃないかなーっていうふうに、 個人的に予想してます。ただね、逆も全然あり得るし、韓国での活動をブワーって駆け抜けてから、もしかしたらね、ツアーをやるっていうことも全然あると思う。でしかも、その間にもね、傾向ジャパンだったりとか、まあ、韓国の傾向に出る可能性もありますし、結構ね、本当にいろんなものに活動出てくると思いますので、まあ、そんなね、まあ、このアルバムだけ出しておベリーとかじゃなくって、それまでにもね、今年も j ャ p a r k さんだったり、U.S.J. だったりとか、ま、さらにね、ほんと活動が拡大していくっていう可能性があるし、まだ、 リアリティとか20のね、なんかその今年の活動予定にもたくさんいろんなものがあったと思うので、そう思ったら、かなり慌ただしいと思う。てか20忙しすぎて大丈夫なんかなしかもインスタライブとかも増えたし、本当にその20と20が触れ合う機会っていうのは増えたけど、でも忙しさはマジで倍増してるんじゃないかなって勝手にね、不安もあるんですよ。だけど、やっぱりね、韓国で活動するってことは、 そういうことだよなっていう気持ちもあります。やっぱ韓国のね、アイドルとか見てるともうめっちゃ厳しいね、なって思うこともめっちゃあるし、やっぱりこの中でね、二 i がしかも練習生をやってないんですよ。オーディションで選ばれた子たちがこうやってね、ここで韓国のアルバム出して頑張ろうとしてるじゃないですか。なので私は韓国のアルバムも応援したいし、もうツアーも楽しみだしみたいな感じで今年の計画、すべてもう最高なものになりそうだなと思いましたので、ちょっと皆さんのね、今回のこの二 i の今年の1年の活動計画についてね、ちょっと感想とか があればコメントでで教えてくださいといととうことで最後にね、ちょっとちょろっと違うグループのことも見たいなと思うんですけど、まだね、やっぱ TWICE さんとかはアルバムとかは逆になくって、ソロトゥン、あ、ソロだね、ミサモーちゃんとかソロとかそういうののところもあったりとか、ソレイキッズさんは多分ね、今めっちゃやっていくと思うので、ワールドツアー、イルボン、国内アルバム、お、めっちゃあるじゃん。だし、アルバムもまだまだ出していって最後にツアーみたいな、やっぱ冬がね、JIP は今年ツアーが多いっぽい感じで、 イッチはその1月から3月にワールドツアーそしてアルバムアルバムでツアーおお結構ねもうアルバムねバチバチに出してくって感じでエンミックスも1月から3月にアルバム出してアルバム出してアルバム出してツアーを。エンミックスツアーあるんですかえでもさエンミックスってツアーやるのかなえそう思ったら JYP でなんかやったりしないんかなってちょっと思っちゃいましたね はい。で、次。まず、ラウドからですね。ラウドは私全部見させていただいたんですけど、やっ ちょっとデビューが4月から6月の間にあるっていう感じで、ちょっとね、メンバーもあんまり多くないですし、多分練習頑張ってね、長いことやってきたと思うので、ちょっとどういう形で出るかっていうのがめっちゃ楽しみ。ちょっとこれアルバムとかね、あんまり色々書いてないので、これは気になります。そして、中国の二次プロですね。これはデビューが7月から9月の間かな。なので、これもちょっとずれてるっていう感じ。で、このアークプロジェクトって何なんだろうちょっとこれ、 わかんないんですけど、アークプロジェクトであってんのかなこれが YouTube コンテンツが1月から3月の間に出て、で、デビューが今年の終わりっていう感じなので、わかんないちょっと難しいはい、そして最後、次プロ男子ちょっと見ていこうと思うんですけど、ついに次プロ男子来ましたよちょっと私もね、やっぱ気になるところなんですけど、これからね、いろんな韓国の男子のオーディション番組も始まっていくんで、どんな感じかなと思ったら、次ボーイっていう風に書いてあるんですけど、次ボーイは、あー、 結構遅いですね。7月から9月にコンテンツ版4っていう風に書いてあるんで、番4ってなんだあ、コンテンツ放映っていう風に書いてあるから、ってことは7月から9月の間にニ次プロ男子は放送されるみたいな感じですね。ここの3ヶ月で、しかもね、でもデビューがもう、 から12月の間ってて書いてあるんで結構早い20と同じぐらいにデビューするっていうことになるのかなそう思ったら20みたいに迷宮ハッピーみたいなプレデビュー挟まずにすぐデビューするのかなって考えたらなんかすでにもうその初めてこっからダンスとか歌をやるよっていう人じゃなくって多分この最初の段階からもう歌とかダンス結構あって実力者が多いんじゃないかなっていうふうに読み取れるんですけどどうでしょうか多分きっとニジプロ男子は まあ、もともとね、JIP の練習生だった子もいるでしょうし、まあ、マ、ま、コちゃんとかね、まあ、リミみたいな感じで、まあ、いるんじゃないかなとも思いますし、まあ、それ以外にも、やっぱり今って K-POP 目指してる人めちゃめちゃ多いですから、そういう子もいっぱいいるんだろうなって思ったらね、もう楽しみになってきましたということでね、今年の JIP の活動ね、計画をちょっとサクッと見てきたんですけど、まあ、なんと言ってもね、20の今年の動きめっちゃ楽しみですし、まあ、いろいろね、まだわかんないとこもあるし、これ以外にも細かく多分コラボだったりとか、そういうものは出てくると思いますので、 一つずつもう速報があり次第ちょっと皆さんにこちらでお伝えしていこうと思いますので楽しみにしていてくださいそんな感じでこれからも二重の最新情報や二重の個説や二重のねいろんなことを取り上げていきますので楽しみにしていてくださいそして皆さんのね今回のこの JIP の活動計画についての感想などもあればたくさんコメントに書いていただければ嬉しいですそんな感じで本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれではバイバイ